スのピッケルかな。いっぱいいるな。あの結構ホリホリしたから材料が溜まってまいりましたよ。いいですね。砂ザメ来てくれ、砂ザメ。整理の砂ザメ。あれ作業台置き忘れちゃったな。整理の妖精がいない。マオくん、もうまた汚したの。マオくん最近イマジナリー砂ザメの精度が下がったかもしれん。砂ザメちょっと偽ザメだった俺の中の砂ザメさんがどんどん薄くなっている。どうしよう、このままじゃ砂ザメさんが消えちゃう。もう私聞いちゃうからね、真央くん。それ好き。それ、すみません、今日100点を差し上げます、そのコメント。すごい良かった。もう私消えちゃうからね、真央くんは。ちょっと言いそうで草。めちゃくちゃ言いそう。めちゃくちゃ言いそう。一度も行ったことないのに、多分。多分一度も行ったことないけど、消えるタイミングで砂ザメさんが。あのティーダみたいにティーダみたいなタイミングですみません、マー君もう私消えちゃうからね。ちょっと言いそう、絶対言わないけどちょっと言いそう。なんだこの絶妙なこの感じ。本人絶対言わないけどすげえ言いそうみたいな。消えないなこれ、ちょっとわかる。砂染さんが消えちゃうタイミングで砂染さんが俺に言ってくれる。最後かもしれないよね。だから全部伝えないといけないんだよ、マオくん。聞いて、聞いて。わあ。騒がしい FF10 なんだ。絶対最後じゃないやつ。